はい、ベラマ店長です。今日はバーベキュー終わったんで片付けやっていきます。まずですけど、炭が火がついてますが、ベランダとかこの建物の周りに何か当たらないぐらいの中心地に置いておきましょう。そうしたら消し炭を入れる壺の中に、これを立てれば、あるいは火事にはならないんで、全部入れていきましょう。この時、すす、白いすすは落としながら、炭だけを入れる感じ。手袋とかすると熱くないんですけど、まあ、慣れてるんで、手袋じゃないです。この鍋の下にはちょっと鉄とか石とか置いておくと燃えないと思います。こんな感じでほとんどない状態なんですけど、わかりますかね。鍋の蓋を閉めます。こうすると空気が入らないんで、二酸化炭素も消えます。で、周りには何にもない状態なので、これで大丈夫です。これで火事になったことは一回もありません。これだけです。そうするとこれがまた次回消し炭として使えるんで、1時間もあれば消えると思います。以上です。